ヤクルトの選手、物を壊しまくる。沖縄浦添での春季キャンプに参加しているヤクルトのホセオスナ内野手が5日、打撃練習を行い、室内練習場の窓ガラスを破壊した。室内練習場での打撃練習中に規格外のパワーを見せつけた。オスナが強振した鋭い打球は、天井から下がっている防球ネットを突き破り、練習場の天井付近にある窓を破壊。練習を終えたオスナはアイゴットザパワー、力があるんだと二の腕を指さし、満足げだった。3日には村上宗隆内野手が特打でバックスクリーンの液晶を破壊する衝撃弾を2枚、修復したばかり。練習の見学に訪れていた松本哲司浦添市長は、壊れた窓を見てははは、すごいな。とヤクルト打撃陣の破壊力を実感し、苦笑いだった。オスナはその後、自身のツイッターを更新。すいませんと綴り、反省の色を示したが、ファンからはノープロブレムナイスパワー、すごい、などと擁護のコメントが並んでいた。今年も強そうやな。これ結構な額やろ。スコアボードの方高そう。ちょっとタイミングずれてたら本当に怪我人出てた。窓ガラス普通に危ねえな。どっちも直すの20万はかかるやろうな。球団はだいぶ痛いんじゃないか。かわいい。バックスクリーンの LED は壊れるもんやと思ってつけてるんか。これまでにいくらでも壊れたケースあるけど。ピッチングマシンが壊れたのはどこやっけ。木梨町市の管理施設の一部が破壊されたにもかかわらず、みんなで歓迎している浦添市、さすがにわろた、次は壊さないようにスコアボードを超えてください、村上様。わろたって。アカウント何十人に乗っ取られたんか。わろたって年代透けてんな。わろたん5期。球団側も選手を壊しまくるからな、お互い様や。